これも股間筋、うん、こんな感じで。こんにちは、 CSBA の中島志郎です。本日はですね、初心者のゆいちゃんが生徒で来てくれたので、ゆいちゃん の、 あのスキーの道具を揃えるためにどんなものがいいかちょっとご案内したいと思います。まあ、あのバンクーバーに、英語の勉強に来てる人とかバンクーバー在住の方でスキーをねまだされたことがない方なんかはどっから始めたらいいのっていうところも結構あるので、あのレンタルスキーをすることもできるし自分で購入することもできるし、じゃあどういうものを用意したらいいのか、レンタルとかにないアンダーシャツとかアンダーパンツとかソックスとかそういったことも結構ね重要だと思うので、その辺もご紹介してみたいと思います。なんかあのこんなの見たいってのありますか？もう全部見てみたい。全部、はい、まあ、結構ねあのお値段もするんですけど、でもスキーっていうのはすごく楽しいスポーツなので、あまりいろいろ後からこう揃えるよりは最初ちゃんと揃えちゃった方がいいという場合もありますので ご案内したいと思います。はい、どっからスキーを始めたらいいかってことなんだよね。そうですね、結構スキーって道具がね、ゴルフだったらクラブ1本あればもうできちゃうんだけど、スキーは寒いからあの帽子というかヘルメット、うん、それからスキーウェアもちろん、うん、それからアンダーウェアなんかもしっかりないと、アンダーウェア、うん、例えばなんか下の、アンダータイツみたいな ああいうのとか、それから僕は下にこういうカートルみたいのを着て、でその上にダウン着て、で最近のウェアっていうのは薄いの、うん、薄くて中でコントロールするようになってるんだけど、それから綿が入ってる厚いウェアもあるし、まあ、そういうどちらかを用意しなきゃいけないでしょ。全部借りれるんです、上からヘルメットから、はい、ゴーグルから、うん、スキーウェアからブーツ、スキー、それからポールも全部借りれるんですけど、うん、基本的にグローブとウェア上下と、はい、それから靴下とかスタートル、うん、アンダータイツで、バンクーバーから来たらそれを持ってきて、うん、スキーとストックだけそれがあのお店で借りる。ああ、なるほどなるほど。多分ね長期間の契約もしてくれるから、はい、そのレンタルスキーショップで1ヶ月とか2ヶ月の契約しちゃえばそれもありだ。そんな結構フレキシブルなんですよ。そう、ここはねあのキャンスキーっていうお店なんですけど、はい、名前だけ、はい、ウィスラーブラックコムの系列のお店になるんですよ。はい、はい、まあ、こういったちょっとおしゃれっぽいのもあるんですけど、かわいい、はい、こういうのから、はい、それから最近流行ってるのは、あ、ここにあるのは全部ね中にこう綿が入ってるね、あったかいやつ、そうそう、こういうのであれば、中はタートル着て、それで一枚薄いの着て、あのセーターみたいな、それからパーカーでもいいんですよ。それでこういうのを着てる方が多いです。あ、で最近のねスキーの傾向って、うん、みんなこういう傾向なんですよ。おしゃれですね。それでこれだけはもう全部薄い。ここ、これアークテリックスって山のメーカーなんだけど、これもうすごい高いんですけど、何かっていうとこういうとこ全部チャックついてて、それで山歩きとかした時に汗かいてきたらすぐにこう薄いから涼しくなる。中でコントロールする。中はもう少しこういうようなの着るんですけれども、はい、僕はちょっと寒がりなんでこれのちょっと厚めのやつを持ってます。同じこの中に、だから1枚2枚でこれでいってたくさん着たりはしないです。やっぱりもうメーカーがバックカントリーっていうのが最近流行ってて、滑れるようになるとあの山を歩いて、それでキャンプしたりハイクしたり滑ったりっていう、そういうのするとやっぱり綿があるやつだとちょっと大変、汗かいたりするという形で、こういうのはかわいい。これ結構好きですね。それで選んだらまあどちらかスキーウェアね、まあ、どちらかというとファッション的にご自身で気に入ったら選んでいただければいい。ちょっと高いんですけどね、こういうのだと3,000〜4,000円じゃないですか、日本だと。これはあのアイスブレーカーっていって、まあ、そういう材質のねあったかいやつですけど、
こういうのも何でもいいんです、それは、はい、こんなのも1枚着た方がいいです。アンダーパンツ、はい、これですね、はい、これもアンダーパンツ、アンダーパンツ、アンダーウェア、それからこういうの1枚に上のジャケット着たら形になります。ここはそうコンパクトだからもうたくさんは着ないです。でグローブもね、これはヘステラって僕もこれ使ってるんですけど、はい、こういうグローブとかミトン系とか、こういうのとか、まあ、ヘステラ、いやこれは好みです。僕も両方持ってます。はい、それで寒かったら中に薄い手袋をするけど、はい、そんなにはしなくて、まあ、どっちかって言ったらこっちの方がね、作業するじゃない、携帯電話とか、はいはい、そうすると僕なんか動くんでやりづらいんだけど、もうファッションだね、ファッション、かわいい、そうこういうの、この色もこういうのを僕はないんですけど、これやっぱりこうバックカントリーとか行った時に中を外せる、外せるグローブ、それからここまであるんで雪が入らない、それから汗かいたりとかした時はこれでパッと剥がして、これ、ね、取れちゃう、さっと調整できるんです。そうちょっと中今新しいやつだからっていうのあるけど、はい、取れちゃうんです、これは結構いいです、はい、ただ格好がねもうなんか嫌だっていう人もいるんで、あサイズって、はい、ぴったりすぎると寒いですけど、でもして自分がカンフタブルだったらもうそれで OK じゃないかなと。ソックスはまあ大体スキー専用のだと、こういうので、まあ、レーサーなんかは薄めで、僕なんかちょっとこう厚め、今日ちょっと厚め、かわいい、これゴルフ場でもらったやつなんだけどちょっと厚めです。だこの種類が少し違うね、ちょっと厚め、本当だ、こっちがレース用、そうですね、はい、それ違う、まあ、これはあの好みで、はい、靴下は赤です。やっぱ長いやつはね、短いのだとブーツのところが当たっちゃうから、はい、長いのをちゃんと買ってます。最近のスキーですね、はい、あるんです、そうそう、換気、これも換気、うん、こんな感じで、うん、であのセーター着た、もうちょっと M だったら大きいけど、でも手がね多分長くなっちゃうんで、あ、じゃあ長さがちょうどいいですね、うん、多分 M とかこれ中にほら着てないじゃない、まだ、はいはい、だからこのぐらいになると思う、うん、もう一個大きいぐらいかな、あでも動きやすいですよね、そうで2数目のこういうのとかやっぱかっこいいよね、うん、ここがすごい、うん、お疲れ様でした。なんか可愛いウェア着て買いたくなっちゃうね。確かに、そうした。どうウェア？いやなんかすごい、あのもう一回ゆっくり見て、ああちょっと買ってみたいなと思って。全部可愛いと思って。本日はゆいちゃんの、ウェア編のこの道具の確認をさせていただきました。バンクーバーから来られる方、ウィスラーでぜひお買い求めください。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは用具編をお楽しみに。さようなら。